メポリズマ部はインターロイキンマイナス5に対する人化、モノクローナル抗体である。商品名ヌーカラ。ヌーカラの財形は、皮下注射のみであり、ペン、シリンジ、バイアルの3通りの製剤が存在する。重症抗酸球性気管自然則、アトピー性皮膚炎、特発性抗酸球増加症候群、抗酸球性食道炎、鼻丈、抗酸球性多発血管炎性肉が主症。 慢性閉塞性肺疾患に対して有効である。重症抗酸急性気管自然則に対する第3、小臨床試験は2014年に完了した。日本で承認されている効能、効果は気管自然則及び既存治療で効果不十分な抗酸急性多発血管炎性肉、芽腫症である。治験では副作用は23%に見られ、その主なものは注射部位反応。 頭痛、過敏症であった。重大な副作用は2016年6月時点では設定されていない。2015年11月、米国で12歳以上の高酸急性、重症喘息のメンテナンス治療について他の喘息治療薬との併用を条件に承認された。2015年12月には欧州委員会が EU 地域内での成人の重症難治性喘息に 対する上乗せ治療薬として販売を承認した。2016年3月、日本で成人と12歳以上の小児の気管支喘息について製造販売が承認された。2018年5月25日、日本で成人に対し、既存治療で効果不十分な抗酸急性多発血管炎性肉、芽腫症の効能、効果で適応追加の承認を取得した。 ありがとうございます。